いや絶好のドライブ日和の天気だね。こないだの千葉フォルニアがこんくらい晴れてて欲しかったけどね。おかしいな、普段いいことしかしてないはずなんだけど、どうしてああいう日曇るんだろうね。さあというわけで今回はこの間 T37SL にホイールを変えた時に一緒にタイヤも変えたんですけど、今回はそのタイヤのねレビューを車載動画でしていきたいと思います。今回変えたタイヤはミシュランのパイロットスポーツ4っていうタイヤです。以前使ってたタイヤはミシュランのパイロットスーパースポーツっていうタイヤを使ってたんですけど、今回はその後継銘柄なのかな、多分パイロットスーパースポーツよりウェットもドライもグリップ力が上がってるらしいんですよ、パイロットスポーツ4は。でパイロットスーパースポーツっていうのはなくな、まあ販売はするんですけど、特にその後継銘柄は出てないみたいで、まあ、パイロットスポーツ 4S っていうのが出てて、こいつがパイロットスポーツ4、ややこしいね、パイロット PS4 っていうね、これから PS4S の方が PS4 よりハイエンド上のグレードなんですよ。ただしこのサイズが出てない、19インチとかからなんですよね、まあ、まさに BM とかベンツ R35 とかそういうもうスーパースポーツ系のタイヤのサイズしかもうラインナップに出てないんで、今回は PS4 にします。ただ PS4 も今までつけてたパイロットスーパースポーツよりはグリップ、ウェットドライともに上がってるみたいなんで、まあ実感はね、そんなまだ限界まで使ってないんで分かんないんですけど、上がってるみたいです。とにかくねミシュランの PS4 というかもうパイロットスーパースポーツもそうだったのかな、わかんないんですけど、 PS4 はウェットグリップが強いと、雨の日でもかなりグリップするっていうのが売りみたいで、いろんなところでそれが宣伝されてますね。いろいろとねメーカーから出てる PR ポイントっていうのはあると思うんですけど、まずウェットドライ性能ね、第一、もう何回も言うけど、で次優れたコントロール性能と応答性能、やっぱり応答性がいいタイヤっていうのはさ、すごいコントロールしやすい、限界でもコントロールしやすいっていうよね。だからもう本当に限界で使っててもぐずる、なんていうのスピンしないでコントロールできるみたいなことなんだよね。でねもう一つはね、なぜかグッドデザイン賞みたいのを取ってて、洗礼されたプレミアムタッチデザイン、もう訳がわからない、やっぱりそういうのもね気にする人はいるんでしょうね、こういうクラスになってくると。どうでもいいけどねやっぱ怒られるなそれは、まあ、素晴らしいデザインですよこれ、うん、PS4 やばいよねデザインが。ちょっとやっぱ今回そのデザインで決めちゃったっていう部分がある、まあ、こう言っておけばいつかミシュランから仕事がもらえるでしょう。さあというわけでね、実際にもうそのメーカーが出してない PR、メーカーが出してない実際につけて乗らないとわからないポイントをちょっとレビューしていきたいと思います。今日はまず基本的にはパイロットスーパースポーツから今回 PS4 に変えたんで、その比較だと思ってください。で結構いると思うんですよ PS4 に変えるっていう、34っていうか GTR 乗りっていうかスポーツカー乗り、俺もそうだったんで。でねやっぱり心配だったのは今つけてるパイロットスーパースポーツよりグリップが落ちないかっていうところはちょっと心配だったんですけど、グリップは上がってるみたいです、ウェットドライともに。あもうクリア、1個クリアね。で硬さ、やっぱりさ街乗りが多い人って街その攻めるばっかりじゃなくて普段の乗り心地っていうのも結構重視すると思うんですよ。なのでこういう今まさに街乗りこういう感じね、こういう時にこの今ないんですけど段差とか輪立ちとかそういうの結構気になると思うんですね。で俺もそうだったんですけど、基本的には全ていいですパイロットスーパースポーツより良くなりました。段差のショックの吸収性能、輪立ちのはまりにくさともに良くなってます。ショックに関しては空気圧を指定空気圧より若干下げてあげると結構吸収します。
今指定が 2.5 なんですけど、 2.4 ぐらいにしてやるだけでかなりショックが吸収されます。でこのさ、歩道とかにというかこう駐車場入るときにこの歩道の段差があるじゃん、こういうところで結構ショックって感じやすいと思うんですけど、この段差を乗った時のショック吸収性能は明らかにこっちの方がいいです。ただ指定空気圧、まあ前使ってたのもずっと 2.5 だったんですけど、 2.5 だと大差変わんないです。 2.4 ぐらいにしてやると柔らかいんですよ、なぜか 0.1 で結構変わるなと思って。これ結構気になる人多いでしょ。でゴツゴツ感、ちょっとミシュランってなんかさ、ウォールというの、側面タイヤの横がさ、ちょっと独特な形してると思うんですよ。で剛性感やっぱりあるのかなと思うんですが、あんまりねゴツゴツした感じはしないです、このタイヤ。うん、本当に街乗りに適したタイヤ、かつちょっとせめて限界探ってみても意外とついてきてくれちゃうみたいなタイヤだと思います。なんで本当にねスポーツカー乗りの人には全然おすすめできるタイヤではありますね。あのなんだろう、寿命に関してはちょっとライフはまだ全然わかんないんですけど、どうなんですかね、多分大差変わんないと思うんですよ。スーパースポーツから TS4 になったところでっていう、うん、あ、34じゃん、 R ですね、上がりました、バイバイ。34見なくなったね、もう最近32も見ない、33もっと見ない、ないですね、やべ話それた。まあそんな感じで乗り心地はいいです。でグリップ力も公式が上がってるって言ってんだから上がってるんでしょう。でゴツゴツした感じは本当にないですね。パイロットスーパースポーツの方が全然ゴツゴツしてましたっていうのが、まあ足の関係もあると思うんですけど、あとなんだろうな、気になる点。ロードノイズ。これ気になる人多いでしょ。ロードノイズはね、あんまり変わんないですね。スーパースポーツから。PS4。まあ、と言ってもどうだろうな。基本的にはそんなにうるさくないとは個人的には思うんですけどね。もう他の方がうるさい。オーディオかけてたら気にならないです。ただ無音でこうやって走ってるときに、どんくらいだろうな。まあ、テストコース、ちょっと庭のテストコースでは今日はちょっと一発スピード出すかっていう時に、だいたい160ぐらい出すと、まあ、ロードノイズ感じるなっていう、そんな感じですね。普通に100キロ、120キロだと、そんなに感じるほどではないかな。ストレスになるっていう感じではないです。なんて言ったらいいんだろうな。うるさい車って乗ってるとさ、長時間、ストレス感じない？俺は感じるんだけど、その、長時間うるさいところに乗ってるとというかいると耳が疲れる、音量で。そういうロードノイズはないです、結構なスピードでも。まあ、その辺もちゃんと考えてもちろん作られてると思うんですけど、まあさすがにねないですよ、そういうのは。いくらこのスポーツ系のタイヤって言ってもスポーツ志向のタイヤって言っても全然そのスポーツに全振りだとライフ短かったり街乗りちょっとしんどかったりっていうのがあると思うんですけど、何よりもったいないよね、いいタイヤなんで、もうサーキットだけ走りたいみたいな。なんであんまそのたまーに飛ばすけど街乗り普通に法定速度で走ってる方が多いよっていう人にはベストマッチなんじゃないかなって今回思います。ミシュランの中ではね、他社は知らないよ。ミシュランが好きなんですよ俺なんかわかんないけど、なんかこの車には合うなと思ってて、なんでミシュランの中で言えばそういう乗り方をする人には結構ベッドマッチなタイヤがこの PS4 かなと思います。いろいろあるからね、タイヤどれにしたらいいんだろうって。値段もピンキリだし、いろんな銘柄あるし、私の俺の乗り方に一番合ってるタイヤはどれなんだってやっぱりすごい悩むと思う。まあその悩んでるっていうのもね楽しいんですけどね、楽しいんですけど沼なんですよね、結局どれにしたらいいんだろうって。で店員に聞いて、ああ私はこういう走り方をするんでって店員に聞いても、まあ 100% の答えは当然返ってこない。まあ自分で乗るしかないんですよね。もう元も子もないこと言っちゃってる。結局、じゃあ何を
何を信じて買えば、何を参考にして買えばいいんだっていうところになってくると思うんですけど、もう俺は巡り合わせで買ってますね。これがいいんじゃねって、なんかレビューとか見て、でちょっと調べていくうちに、あ、これいいじゃんって思ったら、なんか運命的なものを感じたんでこれにするかっていう、そういう決め方ですね。なんでこの動画を見た皆さんはぜひ PS4 を検討してみてください。これもやっぱり運命です、巡り合わせ。なんかこの間もさ、俺パワーネオジウムSPL パーツとか言ってオカルト系のこと言ってたけど、今回もこんなこと言っちゃうとオカルトの人だと思われても嫌だな。オカルト系なことは本当信じてません。なんだっけ、ホットイナズマとかね、ありましたね。全然信じてないです。データがあれば別なんですけど、データありきで判断してます。はい、そこは信じてもらいたいです。全然オカルトには興味ないです。いや、あるよ、これつけたらすげえ良くなったって。あ、なんか今ツイッターとかで普通に上がってくんじゃん。俺最初アルミテープ、もうびっくりしたもん。ファッ、マジでトヨタがそんなこと言ってんの。さすがにトヨタが言うんだから実証データあんだろうなと思って調べてたらマジだったんで、それも今度動画にしようか。うん、あれもね面白いよ、トヨタが発表してるデータを見ると。ちょっとあれやってみようかと。こういう車なんでぜひ効果が出てほしい。さあ、というわけでね、今回はミシュランパイロットスーパースポーツじゃねえや、ミシュランパイロットスポーツ4のレビューでした。タイヤは本当に悩むと思うんですけどね、ちょっとでも皆さんの参考になれば。特に34、33、32とかに乗ってる人はタイヤサイズも、今これなんだ、265の3518なんですけど、似たようなタイヤ履いてる人が多いでしょ。なんでね、ぜひ参考になればなと思います。街乗りが多い人にはかなりおすすめのタイヤです。でどうせこういう車乗ってるんだからさ、街乗りこういう感じでずっと流してるわけでもなく、ちょっとねキビキビとメリハリのある運転を皆さんされてると思うんでね、ぜひちょっと検討してみてください。まあやっぱりアジアンとかと比べちゃうとね、価格はそれなりにすると思うんですけど、これいくらだったっけな、4本で11、2万かな税込み。まあやっぱりアジアンとは違うフィーリングというか、もう信頼性ですよね、結局は得られると思うんでね、ぜひ一度検討してみてください。まあ候補の一つにでも入れば嬉しいです。さあ、というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。じゃあお疲れした、バイバイ。